どうぞ。お連れ様がご到着です。お帰りなさい。はい。ダメ。でもお帰りなさい。くしょ、持久戦かよ。いや、そんな世界に対して戦争根絶を目的とする反撃の糸口をつかめずにいた。その戦火の中、機体の返上か、それとも罠か。中佐、私が先行します。来るな。死にたくなければ真ん中に集まるんだ。外部からの？もしそうであるとすると、影響を与えた人物は、傭兵はパイロットを機体から離し拘束せよ。作業班了解。私にそのような気持ちはありません。作戦を完遂させることが私の全てです。何？敵輸送艦からキュリオスの反応。それでも撃つというのか。アレルヤ・ハプティズ。ユサ、ここは私に任せて羽根付きを。フィリッシュ。ブリッジ、機体外部にスイッチ類が見当たらん。カッターを使用する。女の声だ。手がひでもあのデカ物を露覚する。何？発射までのタイムラグが生じている。だとしても了解。ジエヌフィールド。そんな目標を消滅させる。なんという失態だ。ようやく7機。逃げた逃げた。やっとこか。少尉、機体の状況はどうか。散々パラ俺の能量支配に干渉してきやがって。敵討ち願います。この覚悟に水を差すな。人を改造して兵士にするような社会にどんな秩序があるってんだ。やめてくれ。こいつは命乞いってやつだな。やめるんだ。ああ、そうかい。分かったよ、アレルヤ。しかし言うな。ガンダム人手なしだ。あれがナドレ。キュリオス発見。なんという失態。私にできることは彼らを見つめ続けるのみ。試算しているデブリの状況からして20機以上のティエレンが大破したらしい。ガンダムは特殊粒子そのものを機関部で作り出しておる。紛争の火種を抱えたまま宇宙に進出する人類への警告。今回の人格連による軍事作戦、そうしなければやられていた。そうだとしてもお前にも責任はある。他人に八つ当たりなんかしてさ。ティエレンのミッションレコーダーに残されていたソレスタルビーイングの移動母艦とガンダムの性能が我々の予想を超えていたのだ。次の作戦でミンチュイの、いえ、同志たちの仇を。いる。被験者 E57。 E57、 能量支配処置後新たな。もしそうだとすれば、この世界は歪んでいるな。同類を。お優しいアレルヤ様にはできない相談か。何も殺すことはない。彼らを保護することだって。いや、何でもないさ。姫様、一度建設作業現場へ表敬訪問をなさってはいかがですか。それにソレスタルビーイングの存在も気がかりだ。誓います、アザディスタンの未来を、あなたの神にも。エラギさんとベーダに進言したい作戦プランがあります。
人類革新連盟軍徴兵特務機関。おいしい？でも彼の血縁者は途絶えてるし、資金面から追おうとしても200。もしこんなことしてるのが彼らに知れたら。待ってくださいよ先輩。分かったわ。射出準備完了。タイミングをエクシアに譲渡。でもいいの？あなたは自分の同類を。構いません。どういう方だったのですか？材料工学の権威だったと聞いていますが。定期の前に亡くなった男の影が。まさかここに戻ることになろうとは。何だ、かわれた。奴らはコロニー内の戦闘行為禁止の条約を知らんのか。狙わないさ。僕はガンダムファイスターだ。しかしこのままでは彼らがあまりにも不幸だ。不幸？改造されてな。そしていつか俺らを殺しに来る。僕はソレスタルビーイングとして殺しに来た。クリスティナ、手はず通りに徴兵機関の情報をマスコミにリークさせて。いえ、知りませんでした。私の権限でこの研究施設を封鎖。お芝に戻れ。は、未成年はダメよ。犯罪者になっちゃうもの。僕らは機大のテロリストですよ。そのうちわかるわ、きっとね。改革派はいずれわしらからこの地を取り上げに来ますぞ。このままでは我々もクルジスの二の舞になる。おお、なんだ銃声。まさか改革派の連中が。中東、そこに位置する多くの国々はこの紛争で疲弊し、世界からも見放された億年前に吸収、新興国家として王政を復活させたが、保守派は私たち改革派の仕業だと思い込むでしょうね。超保守派が過激な行動に出るのは時間の問題。私です。そちらの状況は？白紙号取得者の失踪または行方不明者の数は138名ですね。多分ね。今はお姉様と二人で暮らしているの。孫両親を。何にですか？主人の面影がある。神聖アザリスタンの象徴、飾りの存在だとしても、この土地で暮らすためには歴史があり、家族があり、神の教えがある。シーリン、議会は私の意見を取り入れてくれそう？あるんでしょう、きっと。気が利くね。ホテル、ホテル。で、そっちは？刹那、故郷の危機だからって感情的になるんじゃねえぞ。分かっている。あんなことをまだ続けるつもりなのか？この世界にはすっごく高い塔があって、宇宙まで行けるって本当なの？マリナ・イスマイール。彼らは軍の中にも保守派がいることを知らないと見える。さて、今回神はどちらを選ぶ？この地を荒らす不信仰者ともに神の怒らしよ。何？この粒子ビームの光はガンダムか？一体誰が？警備に当たっていたモビルスーツのパイロットの中に。ハワード、ダリル、ミサイル攻撃をした敵を追え。人呼んでグラハムスペシャル。チェ、アザディスタン軍ゼイル基地よりモビルスーツが移動開始。お急ぎください。我々は神の保護である。ガンダムという存在を。ハワード、ダリル、首都防衛に向かう。了解。
アザディスタンってどこだったかしら。ああ、確か中東。そしてソレスタルビーイングの介入を許してしまった。